おーい、アベル。あれ？あ、そういえば、夕方まで出かけるって言ってたな。やることないなぁ。あ、思い出した。昨日面白そうなもの道で拾ったんだよね。どこに置いたっけ？あー、あったあった。ふふふ、みんな驚かないでね。じゃじゃん、次元爆弾。えへへ、面白そうでしょ？これを使ってちょっと、アベルにサプライズを仕掛けようと思います。どんな反応するか楽しみだなぁ。やることはとっても簡単。このプレゼントボックスの中に、次元爆弾を入れるだけ。ああ、どうなるか楽しみだなぁ。夕方まで何しよう。まあいいか、私もどっか出かけるとしよう。ただいまー。手当てねえないのか。ああ、一人バスケ楽しかった。悲しくなんてないもん。あれ？なんだこれ？プレゼント？ははーん、なるほどねー。アテネのやつ、俺に直接渡すのが恥ずかしいから留守にしてるのか。あのツンデレ野郎め。ではでは、早速開けてみましょうか。へぇ？アベルへ、プレゼントだと思った？思ったよね？残念、ドッキリ大成功。はぁ、あの野郎調子乗りやがってー。あれ、まだなんか書いてるな。時間来たら爆発するから、早く逃げてね。へぇ？いやあ、待って、今逃げるから爆弾ちゃんまだ待って。あ、お金忘れてた。あー、いやふふ、アベルどんな反応してるってなにこれー。嘘でしょ、嘘でしょ。家が、私の家が、まだ作ったばっかりだったのに、というかアベルどうなったの？跡形もなく吹っ飛んでそうだけど。わあ、あの次元爆弾が、こんなにも威力あったとは。あ、ウルフレジェンドだ。よかった、無事だったんだ。この骨、まさかアベル？ダイヤモンド大事に握りしめてるみたいだけど、64個？あいつ、こんなに貯めてたなんて。おやでね、人のアイテム勝手に取ってんじゃねえぞ。骨が喋った？ちゃんと生きてるわ。アテネには聞きたいことが山ほどあるんだよねー。どうしたのよアベル、そんなに怒って。誰のせいでこんな大惨事になったと思ってるんだー。私もこんなになるとは知らなかったんだもー。